こんにちは、金久です。2月にやらないといけない作業を教えます。まだまだ2月は寒い時期です。外に出るのも億劫な時期であるのは間違いありません。3月になると植物たちは顕著に動き出し始めます。特に今年は暖冬ということもあり、私の予想ではかなり早い段階で植物が目覚めるんではないかと思っています。あまりのんきなことをやっていると3月の芽吹きの時期、植物が動き出す時期に作業が間に合ってきません。2月にピンポイントでしっかりとした作業をやることによって、3月からの園芸作業、こちらが断然楽になります。というわけで今回は2月にやるべき園芸作業を植物ジャンルごとに解説していきます。では早速いきましょう。はい、というわけで2月にやるべき作業編です。よろしくお願いします、しべさん。お願いします。さあ2月に入ってきますね。はい、2月はまだ寒いと思います。結構ね、寒の戻りみたいな感じで、割とガツンとした寒波が2月って起こりやすいので、まだこうだんだん3月に近づいてくるんで大丈夫だろうっていうところで、防寒対策の方はどのジャンルもそうですけど、これ引き続きやっといてください。もうやっといて越したことはありません。暖かいからって不織布外したりとか、水やりの頻度上げたりとかっていう形でやってしまうと、まあ、結構痛みます。ただ3月に向かっては徐々に日の光の量が増えたりとか、日光当たる時間が増えたり、若干なるともう温度が上がってくるので、植物たちって顕著にね分かってるんだよね。はい、なのでもう早いものだとだんだん動き出してはくるんですけど、ただ寒の戻りがあるんで気をつけてほしいと思います。そしてこの2月でやるべき作業の、まあ、どのジャンルもそうですけど、大きなポイントで言うと3つあります。1つ目は土作り、2つ目は剪定、3つ目は植え替え。この3つはできる植物は2月中にやり終えといた方がこれ絶対いいです。3月にできないこともないんだけど、やっぱ3月になるといろんな植物が目覚めると作業しにくくなるっていう植物たちいますんで、まあ、これも具体的に解説の方していきます。土作りに関して言わさせていただくと、お庭と畑ってあるんだけど、これ僕の感覚ね、庭作りやられてる方は2月中になるべく終わらせといた方がいい。畑作りの方は、まあ、これね3月中にしてしまっても多分問題ないかなと思います。まあ、ここの大きな違いというかポイントなんだけど、庭っていうと、まあ、新規で庭を作るってなれば3月でもいいのかもしれないんだけど、だいたい何か植わってることが多い。今の2月っていうのは植物たち結構休眠期って入ってて動いてない状態なんだよね。芽吹く前なんで根っこ切られちゃったりとかっていうのが負担にならない植物たちがおる。でその植物たちが大きくは落葉樹っていう植物ね、葉っぱが冬場になくなって坊主になるような、枝だけになるような植物たちっていうのは、まあ、多分2月中までは寝てます。でこれらは根っこ切られてもいいんで、逆に言うともう3月になると芽が吹いてきちゃう。芽が吹くイコール根っこが動き出してるんだよね。で細かい根っこが生えてきてる段階で近くをゴジゴジ掘り起こされると、新しく出ようとしてる芽っていうのが傷む可能性があるっていうところで、もし落葉樹とかがある庭を、まあ、この春から何とかしたいとかってなれば、この2月中に落葉樹付近とかっていうのはなるべく優先的に土壌改良をしとくといい。土壌改良できるポイントの月っていうのは年間で限られてる。もう4月5月って入ってきちゃうと植物たちがどんどん大きくなってっちゃうじゃんね。物理的にね庭に入れんくなると思う。足の踏み場がないとか、じゃあこれ掘り上げた土どこに入れようかっていう改良ができなくなっちゃうんで、まあ、去年ちょっと育ててみて調子が悪かったなっていうエリアは特に積極的にこの冬の間に土壌改良ね、こちらの方をやっといてください。で畑の場合は、まあ、今育ってるっていう植物ももちろんあると思うんですけど、まあ、大体結構空いてると思うんですよ雰囲気、はい、で次何を植えるかって言ったら多分みんな夏野菜だと思うんですよね。トマト、ナスとかピーマンとかキュウリ、まあ、これが本番が来るのがだいたい4月5月に苗物が出てくる。でこの時にもう植えれる状態にした方がいいので、それまでに土壌改良っていうところで、まあ、種まく人ももしかしたらおるかもしれない。種まきだともうちょっと早くなる。これ逆算していくといいと思います。畑は自分の畑をいつ頃から稼働させようっていうのを、これ人によって変わってくるね。4月からやりたい人もおれば5月からやりたい人もおるし、まあ、5月でも上旬でやりたい人と、まあ、ちょっと落ち着いた中旬下旬でやりたい人っておるんで、いつまでにとは言わないんだけど、だいたい植えるとか種をまく
長く見たら1ヶ月ぐらいは土を作って寝かしておいた方が安全というかなっていうのは保証ができますんで、できれば作業工程の1ヶ月前ぐらいからは土壌改良をしとくと、まあその1ヶ月後に苗だったりとか種っていうのが負ける状態になってくるので、まあ、2月余裕があればやっといてもいいですこれは、うん、早ければ早い段階で土作りっていうのをやっといてもらった方が余裕ができるんで、僕は早めにやってもらうのがおすすめですけど、言っても寒いとか、あと寒い地域の方だとまだ雪が全然溶けないとかってもちろんあるので、そこは本当逆算逆算っていう形の土作り、まあ、こちらをやっていってください。はい、ポイント2番目の剪定です。こちらは剪定動画の方を出してあるので動画の方を確認してほしいんですけど、まずこの2月中に特に落葉樹、これは剪定は済ました方がいいです。3月になるとよっぽど動き出しちゃうと思いますんで、安心で切るのは2月で、特に大きく切り戻すっていうところだけでもやっといた方がいい。3月に入ってくると植物たちが動き出すイコールこう根っこから養分とか水分とか送るようになってくるね。で送ってきてるところで大きくバツって切られるとどうなるかって言ったら、落葉樹たちは動き出してしまったらもう止まれない、もうここで行くって決めていってるので、でバーンって行く時に枝がないとどうなるかって言ったら、切ったところから水分養分っていうのがどん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 出てっちゃう、これが止めれなくなっちゃう、結構弱ってしまう、はい、なので冬場の間、もう冬って言ってももう2月中ぐらいですね、暖地地方だとぐらいには大きな切り戻し剪定っていうのはやっておいてください。逆に常緑樹、今しっかりとこう葉っぱがある植物たちは2月にガンって切り戻されると、今度これは体力を奪われるっていう形になっちゃう。常緑樹はこの寒い間っていうのは成長こそしてないものの、葉っぱちゃんとつけてるっていうことは少なからず寒いながらでも光合成してなんとか栄養分を保とうって頑張ってる植物たち、この植物たちをガツンってやっちゃうともうそのまま弱っちゃう。常緑樹の剪定とか植え替えとかはできれば今度は3月、暖かくなってきていよいよこう行くっていうタイミングでやってあげると、まあ、結構回復が早かったりするんで、落葉樹常緑樹ちょっと分けて剪定の方をしていただけるといいかなと思います。そして3番目の植え替えです。植え替えで一番この2月いいのはこれもやっぱ落葉樹です。落葉樹は休眠状態、寝てる状態になるんで一番こう根っこが切られても年で一番いい時期です。なんで移植をかけるとか、まあ、鉢を変えるとか土を落とすっていう作業、これができるのがまあ大体2月中ぐらいまでだと思ってください。ここも動き出してからこう洗い作業をするとやっぱ出てきてる根を切ってしまうことになったりするのでかなり弱ってしまいます。というわけで2月っていうのはメリハリをつけた園芸作業、こちらをやっていただくのがポイントになります。というわけでここから先ですね、各植物ジャンルごとにやるべき作業をピンポイントでお伝えしていきます。はい、というわけでまずは一年草っていうグループいきましょう、はい、特に分かりやすいのだとパンジーとかビオラとかね、アリッサムとか金魚草ストック、まあ、この辺の植物たちです。この植物2月は実際1月とそんなに変化がないんだけど、顕著にあの花の上がりが早くなると思います。特にパンジービオラとかね、たくさんこうこんもりこんもりと、今は1月中はこうまとまってたと思うんだけど、これが若干パネボリュームアップするっていうところで、まあ、何をするかなんだけど、やっぱこの2月は1月同様一番大事なのは花がら摘み、これがしっかりできるかどうかがポイントになってくると思います。傷んでる花ね、こういうちょっともうシワシワってなったところを取る作業、まあ、種をあんまりつけさせない方がいいかなっていう感じの時期ですね。これ花がらっていうのはとにかくつけとくとそこに種つけるようになる。で種つけると、まあ、株の栄養分っていうのが種に持ってかれちゃって次にこう花をつけようっていう栄養分にならなくなっちゃうんで、まだ2月は種をつけるには早いかなと思う。1年草で種をつけるが一番いいのはその植物の終わりがけぐらいに、最後にいっぱい咲かせてそのまま種取って株ごとまあないないするみたいな形が最終的に一番こう株を長く綺麗に保たせるコツであったりするんで、種取りをまあしたい方は別ですけど、じゃなければ花柄はとにかく一年草系統は傷んでたらどんどん摘んでいく、まあ、これがポイントですね。でこういうね、ほらこう細かいんだけどさ、これ、まあ、できれば取った方がいいねこれね、まあ、見た目もあれやよろしくないこの茶色い部分があるとね、そうですね、うん、
で茶色い部分があると見た目っていう話もそうなんだけど、結構この枯れ残った花柄が水分持っちゃって、割とここからカビみたいなやつが伝染してっちゃう可能性があるんで、できればもう汚いやつは取るね、これね、はい、取り落とすっていう作業と、あとは中にはやっぱこういう風に黄色くなってくる葉っぱがどうしても出てきちゃう時がある、これね、はい、うん、黄色くなった葉っぱで若干薄くなってきたぞっていう葉っぱは肥料をあげたり日光をしっかりあげれば戻ることもあるんだけど、こんなに黄色くなっちゃってる葉っぱっていうのはもうね、残念ながら戻らない、こんな黄色っぽくなったやつね、はい、は積極的に逆に取っちゃう、変に残しとくと新しい葉っぱが出にくくなっちゃうんで、綺麗に落としてあげて、落とすと大体中に光が入りやすくなるね、これね、つけとく必要はこの場合だと特にない。これからどん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 株のボリュームが上がってくんで、余計にこの枯れ葉っていうのが株元の群れにつながってっちゃうね。これしっかり抜いておいてあげて風通し良くしてあげると、まあ、3月4月に中までグワッっていう感じのすごく綺麗な株を仕立てることができるんで、花柄と、まあ、ちょっと枯れた葉っぱっていうのは抜いていく。ただあんまり大きいね切り戻しはまだしん方がいいと思います。伸び上がってきた1年草は切ってあげると分枝してまた花がたくさんつくんですけど、2月のまあ下旬とか3月に入ってくれば別なんですけど、2月の頭ぐらいとかに切り戻しちゃうと、そこから枯れることはまずないです。しっかりとここから出てくるんだけど、花つきが2月中悪くなっちゃうんで、なるべく花見たいじゃんね。そうですね、きっと切っちゃうともう本当に緑って感じの株になっちゃうので、寂しければやっぱここは切り戻しは多少伸びててもちょっと待った方がいいかなと思うね。まだ寒い時期なんで、そんなぐん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 徒長はしてこないと思います。もう3月中下旬ぐらいになると伸びたら切りたいなって感じはするんだよね。それぐらいの時期で切り戻してあげるとだいたい3週間かな、まあ、20日前後ぐらいっていうのかな、でまたしっかりと回復してくるんだけど、今切っちゃうと多分1ヶ月半ぐらい戻ってこんかもしれんっていう風になってしまうんで、切り戻しの方はやめて花柄だけ取る、プラス肥料ですね、栄養分っていうのはこの1年草に限っては2月もあげた方がいいです。寒いと大体どんな植物もそんなにいらないってなるんだけど、花がどんどん上がってくる植物たちは栄養分がなくなると花止めちゃう、なんでよく咲くもの、特に咲いてるものはなるべく切らさずに栄養分を与える、まあ、これは液体肥料でも固形肥料でもどちらでも大丈夫です。あげやすい方っていうのであげてください。ただたくさんの量はいらないので、これは規定量とあげる間隔っていうの、これは守ってあげてください。はい、続きまして宿根草系統ですね。宿根草系統はまあ2月やることはありません、はい、特別、はい、1月同様多分地下の方でまだ芽吹きの方はしてこない時期かなと思いますんで、まあ、肥料をあげるタイミングもまだ先でいいので、特別焦って何かやるっていうことはありませんので、1月引き続きの管理で大丈夫です。はい、で2月に入ってくると山野草っていうのが結構売り場でも出てきます。今ちょこちょこちょこと入ってきてますね。芽吹きから開花が多いのが2月3月4月ぐらい、ちょっと寒い時期っていうのかな、寒さが残る時期が山野草を開花する植物が多いので、草花感覚で育てるってことも中にはおるんだけど、結構失敗しやすいのが、特に山野草の場合は肥料あげたくなると思うんだけど、肥料に敏感な植物が多くてあげすぎるとすぐに顕著に弱る。なので山野草に肥料を与える場合はすごく優しい肥料、こちらを使ってほしい。まあ一番いいのは有機肥料だね。徐々に徐々に分解されていくっていう有機がいい。で化学肥料を使う場合はこれ規定量大体ね、どこのメーカーも書いてあると思うんですけど、山野草っていうジャンルだけ上げる量とか、特に液体肥料の場合は薄める倍率っていうのが異常に薄いです。特にね化学肥料の場合は固形肥料より液体肥料の方がいいかなと思う。固形肥料はなんだかんだ言ってね、上げすぎることが多い、傷めることが多いんで、固形であげたければ有機肥料で、化学肥料であげたいってなればとか持ってないってことであれば液体肥料、これを通常の草花よりも2倍から3倍ぐらい薄めちゃっていい、はい、倍率的にはなんとなくですけどぐらいの薄い肥料を水やり感覚で撒いてあげる、これぐらいがちょうどよくなるんで、特に肥料のあげ方だけは山野草を気をつけてください。
はい、続きましてはクレマチスですね。この時期はどん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 苗物の方が出てきます、はい。まあ、管理っていうかポイント的には植え替えするには一番いい時期です。まあ、植え替えというか植え付けですね。あ、そう、ちょっと今言ってね、気をつけてほしいのはクレマチスって特に地に植えた場合の移植っていうのはほぼできなくなるんで、はい、根っこがかなり弱いっていうか神経質な植物であるので、もし地植えされる場合はもうそこから動かさないぞって決めたところで植え付けの方をしてほしい。迷うようであれば、まあ、鉢植え管理をしておいてちょっと待機させるっていう感じがいいかなと思いますが、まあ、年で一番こう根っこをそれでも触ってもいい時期っていう形になるんで、まあ、このクレマチスね、まあ、一応落葉樹っていう落葉植物、宿根草っていう形ですね。今の時期はこれ見てもらって分かるように葉っぱが大体落ちてます。こうやってね、パラ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 落ちてるんで、剪定誘引する時期にはすごくいい時期です。はい、でこの剪定誘引の仕方っていうのも系統によって結構変わってくるので、クレマチスは特に新枝咲き、旧枝咲き、新旧枝咲きっていう3つのグループがあります。で旧枝咲きっていうグループは大きく切り戻すと花が全くつかなくなる。株自体は枯れないんだけど花が春からの方がつかなくなるんで、旧枝咲きは本当に先端だけ切り詰める剪定か、あとは古くなった枝を下からバツッと切るぐらいのめちゃめちゃ大きい剪定かすごく少ない剪定っていう形の剪定スタイルを取ってほしい。で新枝咲きっていうのは今年から下からどんどん上がってくる植物になるんで、もう本当に株元ぐらい一節ぐらい残しても全部切っちゃっても地上部を跳ねちゃっても全然大丈夫。新旧枝咲きっていうグループは去年の枝からも枝が出るんで、誘引をしたい、ちょっと伸ばしたいなと思ったら、まあ、この時期は今絡まってるやつをほどしてもらったりしていい位置まで持っていってあげて、邪魔な枝だけ切り戻す、まあ、好きな位置で切っちゃって大丈夫って感じ。上の方で伸ばしたければ上目で切っていいし、ちょっと中間地点から分子させたいなと思ったらもうこの辺で切ってもいいし、下からまた出したいなと思ったらもう株元ぐらいから切ってもいいっていう、結構剪定スタイル自由な植物になるので、まあ、その辺の特性を見て、まあ、今から苗を選ぶっていうのももちろんいい時期ではありますんで、できれば作業は今月中にした方がいいです。まあ、早咲き系っていうのは特に3月ぐらいから一気に動き出しますんで、なるべくこの2月中にクレマチスの作業を終わらせておくといいと思います。続きましてはこの2月ぐらいから店頭で結構出始めます球根植物があります。チューリップね、もう咲いてきちゃってますけど、はい、チューリップとかムスカリとかスイセンとかアネモネラナンキュラスとかっていう系統がありまして、これらは多分球根で植えた方っていうのはまだこんなね花が咲く時期ではないので、芽がこう出始めているぐらいの時期じゃないかなっていうふうに思います。この芽が出始めとかっていう時期、根っこ完全に動いてきてるんで結構水吸うようになります。はい、特に鉢植えの場合は水切れてしまう可能性があるので、いくら冬だから乾かないだろうっていう管理をしておくと球根植物吸いますんでね、このチューリップとか、まあ、ヒヤシンスもこれ今こんな感じで出てきますけど、芽がちょこっとでも動き出してくると結構根っこが張ってる状態になってくるんで、水やり管理を1月よりも頻度が上がると思ってください。プラス肥料を植え付け時とかにあげてなければ肥料をあげておくといいと思います。実際に本格的に咲くのが多分4月5月ぐらいになってくると思うんで、まだこの2月3月っていうのは栄養分をしっかり吸うことによって花芽っていうのはもうできてるんだけど、花を大きくするっていう作業はまだこの2月3月の栄養分でできたりするので、肥料をあげてなければ肥料をしっかりあげる。でおすすめは化成肥料がいいです。化学肥料の液体でも固形でもいいんですけど、これから水のあげる頻度が多くなってくるんで固形肥料の方が管理楽かもしれません。やってなければあげるといいかなと思います。はい、続きましてはクリスマスローズですね。まあ、これ室内に入ってるんですけど、まあ、実際は露地で全然大丈夫な植物なんで、多分皆様鉢とか露地ね今植わってる状態だと思います。で開花してるものはもう今すでにこう開花が始まってたり、早い系統だともう開花し終わってきてるものもあるかもしれません。できれば早咲き系統で12月ぐらいから咲き出して1月とかって咲いてるやつで、花が終わってくると種をねやっぱつけてきちゃう。こうやってこれ顕著にもうあれね、種がこうつき始めるって感じだね。で種つき出すとやっぱ株が弱ってきたりっていうこともあるんで、まだ小さいね、こんな小さい株だとなるべく早めに花は落としてもらった方がいいかなっていう感じね。まだこれ一つの花茎からこっちはもう終わりかけだけど、こっちまだ咲いてるやん。そうですね、ね、でここから切っちゃってっていうのがもったいないっていうことであれば、ここのガクンとこうねパチってあげれば取れますんでね、取って体力を温存させてこっちをしっかり咲かせてあげるね。
で全部終わったらまあここからパツッと切るでもいいですし、今の段階でもうパッと切って切り花にするとかドライフラワーにするっていう作業がまあ割とできますんで、なるべく早め早めに、これも花柄といったら花柄なんですけど、あの種をつけさせないように取ってしまうっていう作業がいいと思います。ただこれから咲いてくるようなクリスマスローズっていうのはまだこれからなので、花から取るっていう作業っていうより花をしっかり楽しみましょうっていう季節なので、肥料これもねあげてなければ、もうここ入ってますけど肥料ねあげるといいかなっていうふうに思うのと、まあ、ちょっとポイントなんですけど、肥料のまあ僕は化学肥料がいいかなと思う。有機肥料でもこれ問題は間違いなくないんですけど、有機肥料ってね効き出すのに時間がかかる。遅いものだと1ヶ月ぐらいかかっちゃう。で1ヶ月後ってなってくると、そこから花芽を育てるっていう時間がちょっと少なくなってきちゃうんで、もう今の時期からどん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 開花する時期になってくるよね。これねもう花つぼみとかどんどん上がってきてるよね、はい、なるべく栄養分をこう花の方にあげたいなってなったらすぐ効く肥料の方がいいので、やっぱ化学肥料系、まあ、液体肥料でももちろんすぐ効くのでいいです。ポイント的にもしできればですけど、リン酸分っていう成分値が高めの肥料を化学肥料の中でもあげるといいと思う。今からの時期はもう花中心、葉っぱそんなにいらない。葉っぱはその後から出てくるんで、葉っぱの成分の窒素っていうのが多い肥料を与えてしまうと、まあ、花よりも葉っぱっていうのがわさわさ出だしちゃうんで、できれば窒素リン酸カリが山の比率になってる感じのお花の肥料、まあ、こちらを与えておくっていうのが、まあ、クリスマスローズ的にはベストかなと思います。それ以外に特別やるっていう作業っていう作業はありません。植え替えとか株分けとかは来月に入ってからでも問題はありません。はい、続きましては鉢花です。鉢花系で今多分お家にあるっていうと、ちょうどこういうベゴニアって今出てますけど、全体的に言えるんですけど、花が咲いてるものに関したら、あの肥料っていうのはなるべく切らさないようにあげるっていうのがポイントです。花が咲かないっていう時期の植物に関しては、まあ、肥料を切らしてもいいんだけど、花ついてる植物はこれからまだまだ上がってきますんで、このベゴニアもそうですし、あと多分一番今あるのがシクラメンですかね。でシクラメンの中でも底面給水ね、こういったものは水ためるっていうエリアがあるんで、ここに液体肥料みたいなものを薄めて入れとくっていうのがポイントであったり、あと底面給水でないこういう鉢っていうのがあるので、こういう場合はこの株元ね、まあ、肥料はもう入ってれば問題ないですけど、入ってなければ錠剤の肥料をあげるか、まあ、こちらも液体肥料をあげてもらうみたいな感じで、肥料をとにかく切らさないのと、シクラメンもやっぱだん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 室内の気温とか外気も上がってくると花がどんどん咲いてくるはいいんだけど、それに連なってどんどん劣化もしてくるんで、なるべく早め早めに花柄っていうのは取ってあげた方がいい、抜いてあげるっていう感じです、まあ、例えばこの辺ね、これちょっともう傷んできたりヘラヘラってなってきちゃってるやつはちょっと下押さえてもらって、引っこ抜けばこういう風に抜けます。ここの頭だけ取るっていうのはね、あんまりしん方がいい。まあ頭だけ取ってもここずっと枯れてくるんだけど、結構ねなんかとろけて枯れてきちゃったりして、カビがついちゃったり腐って変な菌がついちゃう可能性があるんで、できればもう根元の方から傷んでる葉っぱはポコッと取れますんでね、こういった感じでどん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 花柄を傷んだやつを摘んでいくのと、あと葉っぱなんかちょっと下にワシャワシャワシャってこう手で下げてってもらう、まあ、めちゃめちゃ意識することもないんだけど、葉っぱがやっぱ内からこういう新しい葉っぱが出てくるんで、こういった葉っぱに光が入るように外側の葉っぱをどん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 落としていってあげるっていう作業ね、っていう形でまあ仕立てていくっていう形でこの2月をやっていただくといいでしょう。この流れでランがありますんで、ランいきましょうか。これデンドロビウムっていう今ランと、特に年末年始で出たのがシンビジウムですね。シンビジウムはこんな感じ、大きな感じね。でこれね化成肥料みたいなやつがねもうすでに入ってると思うんですよ、よっぽど。なので肥料はシンビジウムに関しては切らして OK、はい、これもうこのつぼみが咲き終わったらシンビジウム一回これ花休んじゃうんで、どん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 咲き続けるっていうよりはもうここでストップさせてあげるっていうので、肥料は切らす、まあ、日の光っていうのはしっかりと与えてあげた方がいいんですけど、どちらかっていうとあったかくしすぎると葉っぱ黄色くなりがちなので、若干寒い環境っていうのかなっていうところで置いてあげるのが、まあ、花を長く持たせるためのポイントであったりします。水やりの方も、まあ、これ乾ききったらでいいんで、まあ、ほとんど鉢だと思いますんでね、まあ、鉢の重さを確認して
乾いていたら水をたっぷりあげる。結構乾燥には強いランであったりするので、たくさん水あげすぎるとこの時期だと根腐れを起こしやすいんでね、ちょっと乾き確認しながら水をあげてあげる。この管理で多分4月5月ぐらいまでは全然問題ありません。はい、続きましては観葉植物系です。観葉植物の2月はもうこれ1月引き続きで、まだ寒い時期なので焦ってなんかいろいろするっていうのはやめた方がいいかなっていうふうに思います。何かするっていうのは植え替えをしたりとか、まあ、葉っぱをとか茎を切るっていう作業、ここはまあ NG、 休ませてあげたいので肥料も切らす。ただしっかりとあげてほしいのは水やり、水やりも乾きったらしっかりとあげるっていうので1月同様で大丈夫と思います。顕著に動いてくるのが多分3月の中旬ぐらい以降に割と新芽が出てきたりとか植物動き出しますんで、それぐらいからはまあ水やりの頻度っていうのを上げていっていただいてもいいんですけど、2月はもう1月同様ぐらいにちょっと切らし気味の水やり管理、まあ、こちらをしていただくといいと思います。あと鉢とセットである受け皿ね、ここに水貯めとくと結構すぐ1月2月の寒い時期は根腐れを起こすんで、水あげ終わったら必ずここの下の水溜まったらね、これねは抜いてあげる、取ってあげるっていうこと、これをした方がいいですね。もうずっとここ湿っていっちゃうんで、まあ、2月は今年はどうかね、あったかいのか寒いのか分かんないけど、10度以上とか15度付近まで行くようであれば日中はちょっとあの外で換気させてあげるっていう形で風を通してあげるっていうのも一個の方法ではありますけど、まあ、寒ければまあこの辺は無理しずに、まあ、室内管理、ただあの換気っていうのはした方がいいので、つどつど外の空気をしっかりと入れて風を通すねっていう作業、まあ、こちらを心がけるといいでしょう。さて続きまして多肉植物類です。多肉植物の2月っていうのはまだちょっと気温的には低いので、そんなに焦ってここも水やりとか肥料っていうのをバン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 上げる時期ではありません、まあ、ただこの2月っていうのはこれからどん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 成熟するっていうこともあるのと、日照量がまだ少ない時期なので、できればしっかりと日光には当ててもらった方がいいですね。若干日陰になっちゃってると生育時期じゃないんで徒長っていうのはしないんだけど、やっぱり今寒さに耐えてる状態であったりするんで、なるべく光の方をしっかり上げるね。肥料はそこで入れてしまうと、まあ、変に伸び上がってくる可能性があるんで、肥料は若干切らし気味もなくてもいいぐらいです。水やりの頻度なんですけど、これはなんとか型なんとか型っていうのがあるんで、冬型って言われる植物類はまあ、冬に成長するとは言われてるんですけど、成長するからってダバダバダバダ上げると多分乾ききらずに枯れる可能性もありますんで、まあ、ここはやっぱ鉢をしっかり見て乾ききったらっていう形で、乾ききったら 2,3 日とか置いてもらっても全然問題ありませんので、置いた状態から水をかけてもらう。で、水かける時間帯的にはもう朝方がこれいいです。観葉植物類も含めてですけど、もう昼過ぎぐらいから水あげるとずっとベタベタした感じで夜間残ってしまいます。で、夜間そこで冷えてしまうと、まあ、若干傷んだりしますんで、なるべく朝ね9時10時ぐらいあげれればこの時間帯がベストと思います。はい、というわけで続きましてはハーブ野菜系統です。お野菜の2月は、まあ、特別こうやるっていう時期ではないかなっていう気がします。今もう植わってるものは多分トンネル支柱とか防寒対策の取ってあると思うんで、まあ、これは引き続き2月もやっていただきたいんですけど、2月で今育ってる野菜の中でまだ収穫まで至らないのがニンニク。ニンニクの回やりました、はい、ぜひとも見てください。ニンニクは2月中に肥料をしっかりとね与えとくのがいいです。肥料のタイミングが遅くなるとダメっていうわけじゃないんだけど、玉がね肥大しにくくなっちゃう。2月中に、まあ、これ化学肥料でも全然問題ないので追肥の方をしっかり上げてほしいのと、肥料がニンニクはダラダラ3月4月で効いてっちゃうと実がしっかりと取れなくなっちゃうんで、逆にもう2月一発与えとくぐらいでよしぐらいの感覚の方がもしかしたらいいかもしれません。ただ2月中ぐらい、まあ、中旬から下旬ぐらいまでには化学肥料は多分効きが早いんでいいかなと思いますけど、を上げておいていただくと春からの生育っていうのがすごく良くなるんでおすすめです。まあ、そしてこの2月から始まってきました、じゃがいもですよ。種芋、はい、たくさん揃ってきてて、2月に早いところだと植え付けの方をするかもしれません。こうやつね、種芋、この種芋自体はだいたい入荷してくるのが冬と夏なんです、多いのが、はい、で植え付けるのも若干こう寒い季節とか若干暑い時期に植えたりするんですけど、植え方自体は特別冬も夏も変わりないんですけど、ただこの寒い時期
に出てくるジャガイモっていうのは植え方として切って植えるっていう作業ができるんです。で、切って植えるってどういうことかというと、夏のジャガイモは切ると断面埋めると腐っちゃうんで、切らずにこのまま植えてくださいっていうのを推奨してるんだけど、寒い時期だと切ってもあんまり腐敗してこない。で、切ると倍でなんと種芋が使えるようになるんで、大きめのジャガイモは切って植えてあげる、まあ、こうするとコスパがすごく良くなるんでいいんですけど、この時期に切ったらすぐに植えなくて、若干断面が乾くまで 2,3 日待ってから植えるっていうことがポイントであったり、あとは芽をしっかりと埋める前に出させる、はい、これちょっと今出てきてはおるんですけど、こういう芽ね、まあ、できれば植える2週間ぐらい前、目安これも立ててもらって、再来週ぐらいには植えたいなと思ったら、ちょっと日が当たるようなところに種芋出しておいてもらうと、芽がこうやって出てきます。で、出てきたところでうまく切って2、3日乾かしてから植えてあげるっていう、これも逆算してうまいことやっていってあげると、まあ、非常に成功率が上がるので、ぜひこの2月ですね、種も購入時期でもありますし、まあ、切ってそういう処理する時期でもありますんで、まあ、特に、まあ、春から育つじゃがいも、まあ、秋からよりも断然収量の方が多く取れますんで、まあ、おすすめの作物になります。で、お野菜並びのハーブですけども、ハーブはごめんなさい、やることあまりありませんそのまま見守ってあげてください。まあ、3月になってくるとこれも新しい新芽が出てきますんで、枯れ葉を処理するとかっていうぐらいで問題ありません。さて、続きましては樹木類ですね。いよいよ来ましたっていう形です。樹木系は落葉系ね、今この棒状態のグループと、こっち側もう葉っぱが青々とついてる状態の植物って分かれます。で、葉っぱがある植物たちは2月はこのまままだ待ちって感じ。ただもうこっち側の植物は逆に今やれ、はい、まだ待て今やれみたいな感じで極端に分かれます。で、今やるっていうべき落葉樹の方ですね、これは剪定です。まず大きな木であったり、小さめの木でもポットの木とかね、こういう木でもやっぱぐちゃぐちゃしてると株元が群れたりとか、生育が他の枝が悪くなっちゃったりするんで、小さめの樹木でも、まあ、やっぱ透かし剪定みたいなので主になる枝っていうのはもう最初の段階で決めていくといいと思います。いう形で大きくても小さくても軽くの剪定まではしっかりとやってほしいのと、植え替え移植っていうのもこの時期であればできますんで、根っこの方をちょっと切る作業、あと土を落とす作業はこの辺の植物はしっかりやってほしいのと、これ最近特集出しましたけど、寒肥っていう肥料があります。肥料はこの特に落葉樹系統はしっかりと今植わってる植物の周りにしっかりあげてほしいのと、植え付ける場合も元肥っていう形で下の方にしっかりとした有機系の肥料、こちらを与えておくのがベストです。さて、最後ですね、最後はバラですか、はい、バラはやっぱりこの2月中までにはいろいろな作業を終わらせておくといいかなと思います。大きなところで剪定、あと誘引、そして植え替え作業ですね。これがだんだんこう3月になるに従ってもう芽がねすでに動いてきてる部分があるんで、なるべく早めに早めにやっていくといいと思います。特に剪定と誘引作業っていうのは、まあ、この時期ならではなんで、ぜひつるバラとかシュラブ系のちょっと長くなるようなやつとか、木立性のバラでも長く伸びすぎてしまってるものは落としていくっていう剪定と、あとねこれとか顕著についてるね、これね、これ貝殻虫っていう虫、今の時期だと病害虫ってあんまり出ないんですけど、特に樹木系に出やすいのがこの枝につく虫で、貝殻虫っていう虫があります。ちょっと白い感じの虫なんですけど、中には黒かったり茶色かったりで、ボコボコボコってつくようなものもあったりするんで、ブラシで取ってあげる。で、あとは取りきれないようであれば専用の薬剤があるんで、薬剤をかけてこの時期には処理しておいてください。この貝殻虫残してっちゃうと花がついたり芽がついたりっていう時期に薬剤散布が今度しにくくなっちゃう。特に新芽とか花びらっていうのは薬害受けやすかったりしますんで、一番いい一番果が汚い感じになってしまいますんで、この辺の病害虫予防の方ですね、まあ、特にこの貝殻虫予防、害虫退治っていうのはやっておくといいと思います。で、このバラも一応樹木類、落葉樹木になりますんで、寒肥の方ですね、しっかりと有機肥料の方を与えておくと、もう開花の方がバッチリ良くなりますんで、おすすめです。はい、というわけで今回の川上くんがチャンネルは2月にやるべき作業、こちらを特集しました。よかったかな、参考になったかなと思う方はぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あと、あなたの2月の作業ポイントありましたらコメントの方で教えてください。川上くんがチャンネルではこのように園芸初心者の方が迷わない園芸ポイントの方を実演して特集します。よろしければチャンネル登録もお願いします。この後は大好評のヨダンです。
おまけトーク、余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、また忘れてた忘れ物がありました、はい、管理ポイント、特に年末かな、12月かな、はい、まあ、結構多かったと思います。寄せ植えを作った人たくさんいるかもしれないですね。寄せ植えの管理っていうのも若干あるんで、横に寄せ植えありますんで、これ話しながら余談の方入りましょうか。はいはい、っていう感じで寄せ植えですね。寄せ植えはね、まあこれも花がら摘みだけを言ったら、はい、ね、まあまだちょっと残しといてもいいかなとかってなるんだけど、ちょっと取っときたいよね。ほら、もうしっかりと下から花が上がってきてる、こうやって。そうですね。ね、なんでちょっと取っちゃう。まあしっかり締まった株になってきたね、これね。んですね、確かに。こうわーってなってきたじゃん。これがもうあと1ヶ月もすればもう花盛りよ、これ。ね、なんかの動画で華やかにするっていう動画か。はい、ね、取ったよね。でストックなんかはさ、これ下から花ダメになっちゃうんで、こういうのね取ってあげるといいね、これね、はい、うん、だん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 こう下は剥げていっちゃうんだけど、まあ、しょうがない、ここら、はい、ね、あんまり汚いこれ残しとくよりは取ってしまった方がいいね。バラバラ落ちるやんね、ここね、こういう花柄が下に、うん、これがあんまり良くないね。下の花とか植物にかぶってっちゃって汚しちゃう、はい、ね、メンテナンスやってる？あ、やってますよ。寄せ植え、花柄摘みね、はい、花柄摘みと、あと、まあ、花柄とか取ったら肥料を本当はあげるといいね、タイミング的には。うん、花柄取って肥料をあげるみたいな、まあ、毎日花柄取れる人だったら問題ないんだけど、こうやって、まあ、ええやっつってさ、一気にやる人、ね、一気にやる人ね、俺一気にやるタイプは、もう取っちゃってから肥料をあげるね。うん、じゃない、素晴らしい、はい、まあ、この辺もよ。ジュリアンちゃん、ジュリアンちゃん、ジュリアンちゃん、もう下から出てきてるからさ、こういう花が、はい、もう積極的に取っちゃうからね。うん、こういうの一時期はちょっと花が少なくなるけど、まあ、ただよ、ただ取ってしまう方がいいやな、これ、はい、ね、もうこういう草花はメンテナンスがさ、いいぐらいの塩梅の時期なんだよ、この時期。これさ、もう4月とか5月になるとさ、やっと連絡なのね、これ花の量が多すぎて、はい、今度すごいことになりそうですね。すごいことになっちゃうもんでさ、はい、結構ね、この時期ぐらいのタイミングがペースぐらいで本当は花は上がってほしいなって切に思うね。うん、うん、あんまり一気に咲かないでよって思っちゃうもん。うん、たくさん咲いてくれるのはいいけど、そういうのがね、だんだん分かるようになってくる。うん、最初はあれやん、花をたくさん咲かしたいとかさ、つかしたいと思うじゃん、はい、これつきすぎると大変なんだよバラとかもそうなんだけどさ、はい、あれはね、見る分にはいいけど管理する側としたらよ。あと特にリースとかだとちょっと水やりとかも若干しにくいですしね。うん、そう、しっかりとかけてあげんとね、メッシュだもんでね、余計に乾いちゃうでね、これね。うん、案外冬場でもね、これ見てもらうと分かるけど、もう一回りぐらい大きくなってるじゃんっていうことは育ってるんだよね。はい、うん、で育ってるとやっぱ顕著に水欲しがるんでね。うん、うん、まあ、リスさんもまだいいかな。リスさんもちょっと伸びてきたらこうやって切っちゃう、ちょっとね、はい、伸び伸びのところは、おい、いいじゃん、素敵よ、素敵で、最後この辺やっとこうか、はい、金魚草、金魚草も取っちゃうね。上まだちょっとつぼみがあるんで、ちょっと僕は残しちゃいたいね、これね。でもある程度まで上まで来たら今度は切っちゃう、はい、うん、まだ切るにはちょっとあれかな、もうちょっとつけときたいね。うん、うん、もう下からこうやって上がってきてる、こうやって、はい、ね、たらもうここまで切っちゃうね、本当はね、うん、切りたいところではあるけど、言ってもセコブだからさ、ちょっと残しておきたいな、はい、ね、OK っていう感じで寄せ植えの方のメンテナンス。あとね、ちょっとそうだ、言うの忘れてた、はい、寄せ植え結構ね、日の光によってみんなこっちに傾いたりするんで、適度にね、ちょっと回転させていくといいよ、これ、はい、日の方向に全部向いてっちゃうんで、綺麗にバーってやりたければ半分ぐらいで勝たせてあげるみたいな感じで調節するっていうのもポイントです。はい、というわけでちょっと真面目な余談になりましたけど、はい、また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。